かな初級編。かなどうですかこのタイトル。なんか入らったり気を取られてたんですけど、はい、あれなんかかな、私の名前を入れてみましたけど、入らったら受けれるかな、どうかな、できるかな。ちなみにかなちゃん、ハイハットってどれか分かりますか。これです。正解。それは違います。それはペダルです。いや、そんなボケなくてもいいから本当に。あ、うん、ちくん近いですね。そう、ハイハット、ハイハット、そうですね、これ全部ですね。あ、これ、まあ、ハイハット、大まかに言うとこれ、ハイハットシンバルと、ハイハットスタンド、これをまとめてハイハットって大体言うんですけど、はい、これです。これね、はい、覚えていてくださいね、はい、なんでハイハットっていうか、想像してください。上がるハットっていうのが、あ、これが上がるか。ハットって言ったら帽子なんですよ。あ、高いところにある帽子っていう意味なんですけど、これ昔は実はこれ、はい、これ下にあったんですよ。え、ローソックスって言って名前が違ったんです。左足でシャン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 ってこう踏む、うん、今みたいにこう手で叩かなかった、左足でこう最初は、だけだったんで、別にこの高くする必要なかったんですけど、はい、うん、あの画像をまたちょっとここに出してください。その昔のハイハットはこんなんじゃなくて、こんなちっちゃい感じ。ね、このハイハットっていう楽器があるんですけど、これはすごい大事な楽器なんですよね。ドラムの中でもスドラムとスネアドラムとで、このハイハット、この、はい、この3つが実はすごい大事なんです、ドラムセットの中で。どれが欠けてもちょっと、ダメっていう。あの普段こう踏んでるかなちゃんは、まあ、まだ始めてばっかりなので、はい、こうずっと左足をこう乗せてますよね、はい、でこう叩いてる。で、これはあの最初にやった、これは多分もうできると思うので、今度これにこのハイハットの、はい、これほら踏むと閉じて、はい、こうつま先を上げると開くでしょ、はい、つま先を上げるとこういう音になるんですよ。音が変わるのね、はい、これをちょっと今日開けてみようかなっていうんで、ハイハットは開けれるかな。これ別にどこでじゃあ開けたらいいのかってあるんですけど、どこでもいいんですよ、開けたいとこで開けてもらっていいんですけど、はい、ちょっとじゃあここにしてみましょうっていうところで、この楽譜で書くと、はい、こういう丸印をつけてバツのとこで締めるみたいな、こういう風に書くことが多いですけどね。最初はこれもう開けたいタイミングで左足をのつま先を上げてください。音がジャーンってな、ちょっと大きい音出るかもしれないですけど、でこれ慣れてくるとこの2枚のシンバルをね、こう擦り合わせるように開けると、普通にただ開けるとジャーンって言うんですよ。これを、まあ、最初はそれでいいんですよ。慣れてきたら2枚をこう上と下がこう擦れ合うように、ちょっとやってみようか。最初もう気にせずピュンって上げちゃえばいい。そう、今このかかとを上げたんだけど、かかとはつけといてほしい。つま先だけ上げる。そう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 。つま先を。はい。そうそうそう。今度、今、あ、ようやく開いてきたので、このハイハットを開けるときに、スティックのここで、ちょっと開けてみて。擦れ合うようなイメージ、この辺使ってたタイプ。そう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 。で、
足を今度つま先をつけると同時に右手も一緒に叩く。踏むのと一緒に。この練習してみようか。この間も入れちゃうか。ずっとキープ。そうそう、スネアを入れてみましょう。そこじゃないよ、そこじゃない。開けた後、ツッチータン、チッチータン、チッチータン。そう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 。足入れてみる。バスドラム右、はい、一発でできたら焼肉を白川代表が踊ってくれるそうです。そうですか。さあできるかな。もう一回挑戦してみましょうか。そう。どう？ぎこちない感じがまたいいですね。ぎこちなさを直すためにメトロノームを使いましょうか。はい、あと開けた後のスネアがね弱いんですよ今。チッチタッチッチッチタン。そこをしっかり叩いてます。左手、それは弱くならないように。もう一回。で、今ね、そのオープンはだいぶできるようになってきてるんだけど、バスドラムはもうね、弱く、ちょっと弱くなっちゃってるね。こっちに気を取られてる。はい、足、右足もしっかりドーン。はい、ここはしっかり出してほしい。ここだからお肉だと思って。お肉。お肉。バスドラとスネアがお肉で、ハイハットが塩コショウみたいな意味。塩コショウ。味付け。お肉。塩コショウ。そう、味付けだから、ちょっとこうコショウを入れるみたいな感じで開けてほしい。スパイスよね。スパイス。そのお肉の部分が弱くならないように。お肉はでっかく。お肉。しっかりお肉出してください。お肉。はい。ここに開けられたってことは、はい、他でも多分開けられると思うんで、好きなとこに、丸バツつけてやってみよう。そこ行きますか。はい。はい。これ矢印別にいらない。これで大丈夫。ずっと。一回じゃあ俺やるから、はい、耳で聞いて、はい、覚えてください。はい、ゆっくりね。大丈夫。はい、スネアを入れてみる。はい。
足入れてみよう、バスドラ、夢にわざと書いてコピーすると、あ、こういう風に叩けばいいんだって分かる。耳だけでずっとコピーしてどうだろうってやるよりも譜面に書いた方が分かりやすい、はい、道しるべですね。スコアパレード。The beats are grooving.